江戸時代のスキスキとは、農作業や土木工事に使用された地面を掘ったり、土砂などをかき寄せたり、土の中の雑草の根を切るのに使用される道具、農具である。スペードとも呼ばれる。構造は、海状であり、木製か金属製の長い柄と金属製の刃、または竹で編んだ身で構成され、これらが一直線上にあるか、または鈍角を成している。使用法は、手力と、 スキエトによる押し込め力と、手力による土壌の反転等を適当に利用して、農地を攻撃する。踏みくわと称されるものは、スキの一種であり、等圧力を利用してその床部を途中に深く挿入し、これを両手で押し倒し、土壌を跳ね起こしつつ、側太鼓をスキするものである。スキは、人間が手作業で使う道具であり、馬や牛などに引かせるからスキとは、 同じ発音ではあるが別の道具である。なお、中国では元来、隙の字は、桑を意味していたが、日本では隙を、死液動物に引かせて使う、農工具であると誤認され、桑に当たる漢字が存在しないと考えて、桑を意味する告示、桑を創作したとされている。洋の東西を問わず、反乱や一揆の際には武器に返事だ。現在では、農業用、土木作業用ともに、 シャベルにとって変わられ、日本の伝統的な隙は一般に見ることはできなくなった。なお、柄の取れた古い隙を野外で鍋の代わりに使って、鳥獣の肉や野菜を焼いたのが、スキ焼きの始まりと言われている。ありがとうございます。